頑張りたいと思います。思います。はい、どうぞ、次。かわいい。かわいいか。うれぴーって言うてますからね、今ね。はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、どうぞ、次。これからもお願いします。はい、どうぞ。シャイニングガール覚えてください。はい、どうぞ。これからもいじってください。いじってください。はい、どうぞ。愛をいっぱいありがとうございます。はい、どうぞ。本当に本当に感謝しています。ありがとうございます。はい、どうぞ。日々一緒に成長しましょう。はい、どうぞ。よく絡みづらいって言われるんですけど、どうか絡んでください。よろしくお願いします。絡んでください。はい、どうぞ。いつも応援してくれてありがとうございます。はい、どうぞ。はい、これからもライオンっぽく頑張ります。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いつもありがとうございます。はい、どうぞ。これからもよろしくお願いします。はい、みんな言いましたね。いや、どうぞ。よかったですね。もう時間ももう予定を超えておりますからね。テレビで予定超えて放送してるってあんまりないですけどもね。さあ、それじゃあですね、なんとですね、彼女たち、何よりも先ほども言いましたけども、こちらですね、4月18日リリースね、軽蔑していた愛情、これはリリースされますが、その日にですね、そのオリジナルドラマ AKB48 チーム K が制服姿で出演しておりますオリジナルドラマ喫茶ベルサイユ、これがですね、なんと18日に、8話9話最終回と公開になりますので、ぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。結構あれ見やすいですよね。一話一話が短いですからね。ね、うん、うまいことだった。僕はあれです、面白いのはやっぱりいろんなものが入ってくるじゃないですか、ね、こうカメラ割りとか。いや、うまいですね。うまいですね。編集とかね、あれはね、面白い。あれはなんか編集好きな人はパクられるかもわかりませんけどもね。いろんなものがありますからね。そんなことでございまして、そしてさらになんと今年の夏はちゃんとチェックしといてよという、なんか映画があるということでございますけど、秋元さん、これはなんと企画。はい、原作をやられて、はい、伝線歌っていう、その歌を歌うと死ぬというですね、ホラーなんですよ。伝線いうのは伝線ですよね。はい、ですね。で、歌、はい、歌で、これが、8月18日松竹系で公開されますんで、みんな出てますんで、今ちょうど、明日ですか、明日クランクアップなんですけども、うん、いろいろ特報とか今まで撮ったのを見ているとですね、うん、なかなか面白い。意外な人が意外なところで死んじゃったりね、なかなか面白いですよ。怖いです、かなり。怖いんですか。うん、かなり怖い。なんでまたホラーに、みんなホラーダメな人多いでしょ、ホラー、うん、ねえ、ダメな人、うちの娘もダメですけど。いや、かなり面白いですよ。あれおかしいですね、この子ら。怖いのに見るでしょ。うん、ジェットコースターもそうですね。一瞬。ギャーもう、もうすごかった、もう一回乗ろう。いいわ。ということで、もう撮影入ってる人。あ、これからですか。あ、クランもう終わりますか。あ、終わりますか。はい、やってきた人。はい、どうでしたか、撮影は。ホラーなので、うんうん、怖く見えるように頑張りました。怖く見えるように頑張りました。はい。苦労しましたか、それは。いや、そうですね。なんかいっぱいベトベトになりました。ベトベトになった、これキーワードです。何がベトベトになったんでしょうか。はい、どうですか。自然体を保ちたいなって思いましたね。ああ、演技のね。はい。なるほど。どうでしたか。はい、ホラーなんですけど、うん、自分でやっててもどこがホラーかよく分かんなかったので、早く見たいです。おもろいな、この人。面白いですね。面白いですね。ということでね、8月18日、公開されますので、ぜひそちらの、伝線歌の方もチェックしていただきたいと思います。はい、最後に、総合プロデューサーから、メッセージをいただきたいと思います。そうですね、はい、AKB48 は進化してますんで、うん、よくね、なんか初め言ってることと違うじゃないかとか、はいはい、いろいろね、言われるんですけど、我々の方もね、初めてのことなんで分かんないんですよ。あ、そうでしょうね。うん、いろいろ変わってってですね、今最大の、ポイントはな、ゆり組、バラ組に分かれるっていうのがあったんですよ。チーム AKB っていうのがあって、はいはい、バラ組、ゆり組に分かれるって、これどうしようかと、言っちゃったよなとかって言いながらですね。言っちゃったよ、今、つまり人数がこう変わってきちゃったんでね、うん、初めは
シャッフルして新しいチームを作ろうと思ってたんですけど、人数が減っちゃったんで、どうしようかっていう感じで、でも意地でもいい。